じゃあ、歩け、今何ポイント？ 17 なもんで、あと3ポイントいるのか。厳しいね。デイリーチャレンジ。マシンのリムを塗装する。リムを塗装。なんじゃそりゃ。リムを塗装。ちょっと待ってよ。アップグレードじゃないよな。なんだ、デザインとペイントか。ホイールの？変なのしたくないね。もうちょっとなんとかならんのかな。角度で、はい。これで OK なの？クリアしたね。なんじゃそりゃ。これやるか。ウィークリーチャレンジね。これさ。これなんつったっけ？2001年のアキラインテグラタイプ R を所有する、して運転しましょう。とりあえずやってみるか。2000？1年のアキラね。2001年のアキラ。これか。2万5000円買うか。じゃあ、しょうがないな。こんな色だっけ？カラーは、はい。ああ、白ね。はい、購入。ドライブせえってか、ほんで。とりあえず写真撮っとこう。はい。で、とりあえずこれでドライブをして。ィークリーチャレンジ1個クリアね。ちょっと待って、どこ行った？これか。これの？はい。ホワイトホイールとホワイトボディは、綺麗なうちに写真を撮ってください。あ、これもクリアしちゃったってことね。はい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 。なるほど。ストリートカーで優勝しましょう。どこのレースを出りゃいいんだ？ちょっと待てよ。一応な。一応調べてからやらんとさ。
2位のストリートレース、ストリートレースに出りゃいいね。で、ちょっと待ってよ、これ4つ目がよ。スリングショットスキル。スリングショットスキルってなんないな。めんどくさいな、いろいろし。スリングショットスキル、ドラフティングとオーバーテイク。ドラフティングって何だよ、それ。ああ、スリップストリームに入るからのオーバーテイク。おー、めんどくさいね。スリングショットスキル、何にしろストリートレースに出らんといかん。ストリートレース、めんどくさいな、本当に。どれが一番近い？これか、やっぱ。現在のマシン、はい。本当にもう。あ、よ。あ、ちょっと待てよ。あ、やばい。めっちゃ抜かれる、めっちゃ抜かれる。おー危ない、おー危ない、危なかったな今。1999年。うわ、けどもう、で、とりあえず、はい、チャプター2、3、4、これね。スリングショットスキルを獲得できるかやってみましょう。ドラフティングからのオーバーテイクスキルを連続で行う。
ラフティング、オーバーテイクで、オーバーテイクで、あかんやん、ドラフティング、ドラフティングからの、オーバーテイクで、スリングショット、ああ、いったいったいった、ちょっと取れたっしょ。いやーいいね。よし。ということはこの車も、はい、もらえるわけね。はい。よしよしよし、車もうた。あと、あの車で、もらった車で、これをやれないね。はあ。へえ、前か。よしよし。なんせ。はい、オッケー。3台増えました。インテグラともらった車とランサーね。はい。まあいいか。じゃあ終わり終わり。